今日は2016年の1月4日ですね。2016年ということで、私が解雇されたのが1981年の6月でしたので、34年と半年だったんですね。もう35年目に入りました。あと2ヶ月で68歳ですけども、2年と2ヶ月で70歳ですか。まあいつまで生かしていただけるのか、神様仏様のおぼし召しに従ってやれることをやっていこうと思ってます。今年も淡々と、まあどんな仕事をさせていただけるのか、できる限りのことを無理しないでやっていきたいですね。朝日新聞一面には、私の見せ方は自分で決める、18歳を歩くということで、まあようわからんですな。水道管の老朽漏れ頻発という記事がありまして、それから空き家活用補助制度ね、箱根駅伝で青山大学が、おう、もう今年から始まったの？今日から、ああそうです、はいはい、開けました、ああ開けました、ね、あの監督に初詣行ったやつ、ああ初詣行ってきたか、初詣行ったやつ、1月2日行ったやつ、おおそうですか。今日は工藤さんって言って、これはあのハワイアン、ハワイアン、ハワイアン、ハワイに生まれて日本人じゃないんだ。日本人じゃなくてアメリカ人だ。あ、なるほどね。もういっぱいそういうのがハガキ来てたぞ。そうそう。でかいの来てた。はい、来てましたね。はい。どちも。はい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 。いってらっしゃい。8面の社説ですか。2016年の世界ということで、増幅する扇動政治家というんですね、民主を扇動する政治家が世界中で増えている、アメリカの大統領選に共和党から立候補しようとしているドナルド・トランプ、あれもひどいよね。イスラム教徒の入国を当面は禁止すべきだということで排除して、それからメキシコからの移民の人たちを麻薬と犯罪を持ってくる強姦をする人たちというふうに罵る。でこういうのがアメリカだけではなく世界中でだんだん勢いを増してきてるというのが、まあ危ない話でしたね。日本でもヘイトスピーチする人たちが幅利かせて、この間裁判所から、あれは在特会の人ですか、怒られてましたけども、罰せられたわけじゃないんだね。なんかだんだん世界の人口が増えてきて集団ヒステリーみたいになってきてるのかねと思いますけれども、危険極まりない。まあ、人々が扇動されないためには一人一人の人間がしっかりした価値観というものを持っていなければいけない、それから情報を正確に把握しようとする姿勢というものが大事なんだろうと思いますよね。で残念ながら今の世界中の情報の流通というのは私にとっては訳のわからない状況になっていて、一体どれが本当やら本当でないのやら、みんなが重要な情報に関して正確に知ろうとしていない。まあテロの問題がずっと持ち上がって大変な状況にあるわけだけども、しかしイスラム国に対してアメリカがやってることがどれが一体本当なのやら、
アメリカ空爆をやってますよと言ってる、やっつけようとしてるって言ってるけども、一方では実は、裏で、イスラム国を守って温存しようとしてるんだという批判もありますし、そういう声があるにもかかわらず、それが世界的な議論として真っ向から、一体何が本当なんだということが追及されない。私がずっと指摘し続けている、原発に対してテロがあったらどうなるんだ、その危険性はないのかということに関しても、世界的な議論に全然ならないですよね。不思議でしょうがない。そういうことが起きないように、願うしかないというか、私の場合には議論しようじゃないか、なんでみんな大事なことに目を向けないんだというふうに言い続けるしかないですね。ということで、今日は本当は1年の最初なんでアルハンブラを弾こうかと思ったけど、さすがに気温が低くて指が回らないんで、去年から続いております、伊丹名曲170選の続き、フレールさんの曲ですね。今日はバラードという曲ですね。2ページにわたってますけども、繰り返しがないんでね、そんなに長い曲ではないですね。それほど特徴のある曲ではないですが、聴いてみます。という曲でした。今日はこういうふうにしておきます。